弁膜製剤、モキシペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売並びに今日頼むと翌日届くカタログ通販リフォーム資材、ファーストリフォームの福島商店です。ゴールデンウィーク最終日、天気は下り坂という予報になっているようです。で、群馬県渋川地方も午後ですね、3時または5時ぐらいから、天気がですね、雨に変わるというような予報だそうです。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。テレビの報道によりますと、だいぶ、行楽地のですね、人の出がですね、多くなっているということで、3倍から5倍ぐらいのところもあるということでのようです。まあ、緊急事態宣言が出ている中でですね、まあ、非常に難しいところではありますけども、一人一人の、気をつけるということで、変異株によって今への状況と違うこと、この辺をしっかりと理解をしないと止められないのかなというふうに思います。休み明けもしっかりと頑張っていきたいと思います。弁膜製剤、モキシペレット製造販売、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売並びに今日頼むと翌日届くカタログ通販リフォーム資材、ファーストリフォームに関することで何かございましたら福島商店までお問い合わせください。